惑星の恋に落ちた君は誰かを傷つけたとしてもその度心を痛めるような時代じゃない。何度でも調べる。真実のかけらが見つかるまでは。なんで私柏木県なんか入っちゃったんだろう。もうやめたい、ね、ああ君は君はじゃねえよ。だって部外者みたいな感じでずっとこうやって足組んで。でも昔は言ってたじゃないですか。そう ね、まただから野菜ジュース飲みに行きましょう。健康し健康です。総合130位です。はい、お見事でございました。これは錦野君の18番。そうです、僕カラオケ行ったらいつも本人映像で歌うんですよこれ、うん、デニムを上で履いて白い T シャツをインしてサビでこうやってやるんですけど、うん、すごく盛り上がるんです。山根さん、だったら正解してください。見たんですけど2番でしたね。2番だったんですけどね、はい、僕演じる過去の事件のトラウマにより警察を憎む科捜研の男の真野がですね、荒木優子さん演じる新人研究員の女と船越英一郎さん演じる定年前の叩き上げ刑事、トラマルとのトリオで毎回起きる難事件の真相に立ち向かっていく本格科捜研サスペンスになっております。なるほど、はい、よくわかりました。ジュニアさんはあの謎多きこう警察のキャリア。ジュニアさんは、じゃあ早速いただきます。リアルな感想教えてお願いします。今エビから行きました。うん、エビ行きました、はい、あのね、足までついてるから、うん、もうサクサクして、これ多分美味しいです。おかしな、なんで確認取るんですか。食べて美味しいんやろ。確認してないですか。美味しい、美味しいですよ。美味しいですよ、ね、美味しい。ちょっと緊張、喋りたないからなんとか口の中をご飯で埋めてるから。セキララスタジオ。今夜9時から初回放送のドラマトレース科捜研の男から錦戸亮さんにもご参加いただきます。よろしくお願いいたします。さあ今週のセキュララスタジオ。ゼロポイントだった中で松本さんはどうか。私はああいうなんか自分勝手なプレーしませんから。できるんすかほんまに。うるせえなこの野郎。うるせえじゃなくて答えたらいいじゃないですか。ちょっと一投だけグーンいってよ。いいけどそれ困んないですか。だって逆に確かにやる必要ないよね。そんなん言わんと言ってないよ。超冷静。さあ2019年初勝利なるか。キックどうだ。取れた。そこまで。やってもうた。ドラマトレースチームの得点170ポイントです。やばい、最後がひどすぎて。確かにひどかったっす。一般会があったのにね。ねえ、ちょっとなんか真っ正目覚ましじゃんけんじゃんけんポン。私たちはチョキを出しました。今日からお仕事という方も多いと思いますが、今年も一年張り切っていきましょう。はい、ともありがとうございました。今週は抽選。船の屋根に溜まった雨水が流れ出し錦戸さんを直撃。若いメンバーなので元気ではつらつとしたリポートを期待しています。すいません緊張した。君が見えるよ。ピース。じゃあね、頑張ります。